方あれなんだけど、もしかして私、パッピとかポピタとかやっていますか。これどう見てもあってはならない効果だろう。個人の意見なんですが、このような効果を吸ったら、次のリミットレギュレーションで、ドラグーン、色の支配者ショックルーラー、求心のおでん、ザビースト、マスターピースとか、全部解禁したらどうですか、この2歳。そんなことは、ございませんでした。実は昨日深夜に、栗から天童に関して、動画1本投稿しましたが、まだ見直したところ、私が重大なミスを犯したので、追って動画をご覧いただいた皆様に、誠に申し訳ございませんでした。改めて、今回は来週23日に発売、パワーオブジエレメンツ、で収録の新規カード。栗から天童の紹介となります。このカードは自分ターンに相手がモンスターゾーンのモンスター効果を発動した場合、手札から相手の効果を発動したモンスターを全部リリースして特殊召喚。この特殊召喚効果は怪獣と同じくチェーン組めないので、たとえ相手のフィールドに崇高なる宣告者があっても意味がない。怪獣の場合1体しか処理できないが、ただ任意で処理するので、あっちはあっちで使いやすい。栗から天童の場合、相手の効果を発動したモンスターしか処理できないが、まだ場合によりに、3体以上、または最後の切り札として、相手のモンスター効果を全部使わせた後に使うと、そのまま相手のモンスター全部処理することも可能。さらにこのカードは他の2つの効果があって、1、このカードはリリースした数 X1500 攻撃力がアップ。2、自分エンドフェーズに相手の墓地からモンスターを1体、こちらに特殊召喚。1の効果は永続効果であるため、効果を発動必要がない。この効果により、リリースした数×攻撃力1500アップ。さらにこのカード自体も攻撃力1500があるため、もし相手のモンスター1体分リリースした場合、1500アップされ3000となり、これはこれでかなりのカードを処理できます。個人として、このカードと、かぐやと一緒に使うと、なかなか凶悪なコンボとなります。使い方として、まず、かぐや2の効果発動して、相手の嫌なカードを処理。もし相手が、フルールドバロネス、石章、条件竜、捕食植物、ドラゴスタペリアとかあったら、相手は、かぐやに対して効果使ってくれるはず。その後、栗から天童の効果で相手のカードを処理したら、1体だけでも攻撃力3000があるため、他のカードがなくても、戦闘でいろんなカードを処理でき、これで手札2枚から相手の2、3妨害を突破できるって感じ。個人として、怪獣かぐやとの相性がいいと思います。しかも、このカードはエンドフェーズに、相手墓地のカードをこちらに特殊召喚できるため、例えば先ほどで処理した相手の、フルールドバロネス、条件竜、捕食植物ドラゴスタペリアをこちらに特殊召喚したら、相手にとって逆にかなり厳しいと思うので、だからこのカードは強いと思います。また、このカードは、クリッターや、ワンちゃんからサーチできるし、そもそも天使族であるため、アルティメットデクレアラーのコストにも使えます。さらに、今 OCG の環境はマスターデュエルと違って、ミナモモンスターを中心で戦うため、連行で引いたらあまり強くないが、ただ活躍できる場面は少ないと思います。逆に言えば、もし相手がモンスターをあまり頼らない、魔法や罠を中心に回すデッキなら、かなり厳しい。ただ、このカードは、アルテミストスレイと違って、汎用カードとして採用することはありだと思います。もちろんこのカードは万能ではありませんが、ただこのカード1枚から、怪獣の何でも処理効果や、エンドフェーズに、死者蘇生、ブルーアイズ打点3000の突破力、さらに相手をある程度牽制できるリリース効果、という4つの効果がある以上、遊戯王史上最強の幼女であることはまず間違えないでしょう。以上を考えると、このカードの性能自体が強いし、あと皆さんは、このカードのイラストはどう思うでしょうか。このカードは一見、露出度が多くないと見せかけて、属性として幼女であり、生息と太ももと肉という、コンセプトは凶悪ですゆえ、これに刺さる人はかなり多いだと予測します。というか、最近の女性モンスターって、皆も明らかに、正規なものが多くないか、とはいえこちらロビコンではないが、このカードは、これからの遊戯王にも、服だと思うので、まあ、なると3枚、いや、保存と鑑賞用を合わせて、10枚くらいは確保したいところですゆえ、申し訳ございませんが、再復にコンテンツも、よろしくお願いいたします。それではまだ次回でお会いしましょう。